それではね、今日は僕たちの休日のライトルーティーンいきたいと思います。こんばんは。こんばんは。それではスタート。おかえりー。ただいま。ということでね、今日は買い物に行った帰りなので夜の10時に今帰ってきました。疲れてますね。めちゃくちゃ疲れて、もうカメラもなんか撮れてんのか言うて言うてます。一応チェック。ほんでマスクも捨てて、はい、じゃあ次は基本のキーですね。何ですか？基本のキーは手洗いです。もう手洗い、うがい。コロナということでね、もう手はすぐ洗います。うがいもしましょう。風邪予防ですね。カメラ目線は いらないですね。これいつも取り合いしてますね、ここね。もういつも殴り合いになる時もあるんですけど、この日はねカメラもあったんで、カメラを意識して殴り合いはしませんでした。まあ大体私が勝つんですけど。高ない。うがいの音はね、僕いつも高いんですよ。高い高い言うて、高い高いしてます。で次ね、片付けます。ネックレスとかをね取っていきたいと思います。アクセサリー系ですね。私が下の段、小早くんが上の段、ごちゃついてます。やっとねこれジーパン脱げてめちゃめちゃ開放感があります。愛ちゃんはちょっと着替えてるんですけど映せません。はい、ということでやっとリラクゼーションタイムに入りました。はい、キーワードで隠してもらってます。はい、パンツ見えかけでしたこれ、危ない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 。太ももだけは、太ももふくらはぎはちょっとサービスで映しておきましょうか。このソファね、もうちっちゃいですね。もうサイズ合ってないです。これ二人乗れてないですからね。合うもんじゃないやろ。右手落ちてますから僕。二人で横になるもんではございません。え、ほとんどその時間予約で飽きたんでテレビ見出しました。水曜日ですかね。これ水曜日のダウンタウンですね。日曜日から水曜日ですかね。そうです。テレビ見るときはやっぱ僕たち座ります。礼儀正しいんで。だんだんずっと来てました。育ちがいいのでこういうことです。そういうことか。そういうことやろ。ちゃうの？ちゃう気する。足組んでるけど。足は組むさ、しんどいから。私も組むで。はい、組むんかい。育ちええな両方。コーヒー、コーヒー、コーヒー嫌いのにな。コーヒーイズ、ディスイズティータイム。あ、だってえ、甘かったらええねんけど、あれブラックやからちょっとしんどかった、ほんま。私は飲んだら寝れへんし飲みません。ほんで編集ね、僕は器用なんでテレビと編集とホペゲを抜くのを両方3つ一気にできます。私は寝ます。見といてもらったらほっぺたの毛抜き始めます。はい、抜いた。はい、ペゲ、ペゲタイムも入ってますね、これ。ペゲ抜きタイムですね。愛ちゃんはなんかゴミ箱になんか入れてましたね。ゴミやろ。ゴミしかないやろ。普通に。で終わり。編集は終わり。で愛ちゃんは寝た。おやすみ。で俺は今もまだ真剣にテレビを見て、肘を置いて首を置いて寝ると。いつもこれ。いつもこのスタイル、最終的には。お尻に置くっていうな。そう。一番高さがね絶妙、絶妙な絶妙。で次ご飯ですね。夜食タイムです。夜食は今日はなんか愛ちゃんのリクエストでチャーハンが食べたいということでチャーハンにしました。めっちゃうまいチャーハン食ったるわ。なんか袋の音してるけど大丈夫？夜ご飯ではございません。ご飯がねちょうど6時ぐらいに食べたんでね、お腹も僕も空いてたんでね、めちゃくちゃ美味しいチャーハン作ったろう言うて、材料めちゃめちゃ金で言うて今作ってます。はい、腕を振るってくれるとか言いつつラップをかけてレンジでチンでございます。けど愛ちゃんにバレてませんこれ。いや、バレてる。まだ？またやん。バレてる。あ、漢方タイムです。うわ、逃がそう。これも毎日のルーティンでございます。ちょっと待って、ちょっと待って言うて、ここ1時間かかるわ。あと待ってられへん。待ってくれすか。思いのほか早く出来上がってもだ。おもない。じゃあ一応で。深海。深海なって言ってます。ちょんばれやん。いただきます。いただきます。この赤いの何？ベーコンや。でこの白い塊なんですか？豆腐ですか？言ってる人いると思うんですけど、これカップ焼きそばですね。まだ今お湯入れてるんで中身見えません。その間に混ぜそば作る。湯切りしなあかんね。うん。いただきます。ほろ酔いがないと一日終わりません。そうか。私は観葉植物に話しかけています。明日も元気に育ってください。いや増えてない？日光当てた方が育ってるわ。かわいい。うまっ。左手で食べて。
でこれねもう食べにくいんですけど二人で。だから左手で食べてって私が一応もんつけてます。無理っくり左手で食べてるし。夫婦タイムですね。夫婦長いね。熱熱熱。当たってるけど口。いやキスキス。俺好きやでそれ。でお湯できたんでね、あのこの焼きそば作りました。うわ。なんか言ってる。ああ。卑猥やで。なんでなんか卑猥やで。うまそうやし。辛そう。うまい。あめっちゃ匂い好き私。めちゃくちゃこしょう。高いな。これは揺らしながら夫婦することで早く冷めると。確かに食べて。うん好き好き。いやそれめっちゃ胡椒やで。でじゃあ揚げる。もう辛いから揚げる。私は辛いの取ってる。あの焼きそばめちゃめちゃ辛いから。ブラックペッパーこれもあっせっせあっせ。もうティッシュ、これもうティッシュ顎にかっすかっすかっす。最後グイ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 いって。もうはい、いただきます。何やお待ちかねの白桃クリームチーズケーキでございます。イエーイ。パフパフパフ。これは友達にもらいました。うん美味しい。あめっちゃうまい。美味しいよ。こんなん合ってんの。これやと全然。皆様岡山に行った際はぜひとも僕たちにこのケーキください。むっちゃ美味しいんで逆におすすめです。職場で桃をもらってんか。桃をもらった。それ嬉しいじゃんか。で桃の剥き方って知らんくって私で、その時まだ車持ってへんくって、どうしてもその桃が早く食べたくって、うん、仕事終わりにリュックに、まあ、実家に帰るようにと桃を入れて、で桃が食べたいためだけに実家帰ってママに向いてって言って帰った記憶がある。何の話。そんぐらい桃好きってこと。最後なんかもう帰りながら桃かじってたんかなって一生思った。違ったやろ。いやいや、あかんねん。で、座れへんかった電車がな。まだあんの。ここに桃入れてるやんか、うん、でもさ、ドアとかに持たれたらさ、桃潰れちゃうやんか、うん、その時はまだツイッターやってんけどさ、ツイッターにさ、背中に桃、背中に桃、背中に桃ってつぶやいた記憶があるわ。誰もわからへん、自分しか。でこれね、カッター、サーキュレーター開けつつ、僕は洗い物をしてます。カッター、サーキュレーター。うん安かったですね、これ確か3000円ぐらいで買ったっけ。リモコン付き、首振りありのタイマー付き、もう完璧、うん、最高。それが2級で売ってたんで、もう即買いでした僕たち。弱いサーキュレーターですからね。ほら見ても見た目もいい感じ。乾燥にもいいですからね。扇風機にもなって洗濯物も乾かせるという。はい。そして今日この日はお天気が良かったので布団干してたので直しています。衣替えですね。ですね、冬が終わり夏が始まったということで。ここまで入れる。共同作業です。初めての共同作業と言っても過言ではないと思います。そうやケーキ切ったやん。あそっかそっか。あの時が最初や。ほんでお風呂ですね。お風呂は僕が先入ると見せかけて一緒に入ります。2人で大体一緒に入ってますね。1時間ぐらいかかりますかね。これはもう早送りしてますけど割愛でお願いします。で大体僕は先上がります。僕は先上がって、その間愛ちゃんはまだ洗ってて、途中でタオル取りに行きますんでね、見てくださいね。はい来た。はい、タオルは共有です。お見事、共有です。仲良しの印ということでタオルは共有してます。シュッシュシュッシュしてますね。でなんかいろいろ塗って、僕も顔にも体にも頭にも塗ります。全部塗ります。塗らないところはないと。そうですね。え、分からん。私がそう感じるだけで。見てます。見てますね。カメラ意識してますね。これも塗ってますね。で、僕は終わりました。愛ちゃんはまだ僕の5倍ぐらいかかります。なんなら風呂の時間が1時間と言いましたけど、あの塗ってる時間の方が長い気する。確かに。あ、モザイク。あ、これモザイクかけた理由は愛ちゃんのお乳首がおうつるにおなられていたので。あ、おならね。まあ、かけさせてもらったんでね。ちょっと皆様にお見せしたいんですけど、今回はダメでした。お見苦しいところを見せつけてごめんなさい。すいません。そして私ももう終わりますね。最後にまつげ美容液とアイクリームを塗って、私の終わりです。何やそれ。でこれね、サプリメントタイプのタイムということでね。僕はあのビタミン C いつも飲んでます。愛ちゃんはもろもろ飲んでますね。健康志向なんで。健康志向がすごいので。すごいからほんま。携帯忘れてっぞって。肩もみタイムですね。これも健康志向の一つです。肩もみもね。肩もみも
お互いします。僕が先やって愛ちゃんが後からやる。けど僕は嫌いなんであんまやらんでいいんですけど、やったんやったらやって言うて、やってもらったらやってもらう、やったらやってもらう精神ですね。そうす、無駄ですけど、意味のないことを私はさせられてます。はい。故障。僕耐えれてません。で次僕も腰タイムですね。腰はね、指で押すタイプと上に乗るタイプもあるんです。痛い。気づけばもう夜中の3時回ってました。これそんな遅かったっけ。うん、ここまでが僕らの休日のナイトルーティンになってます。いかがでしたでしょうか。こんな感じで僕らやってますんで、これからもよろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんほい。はい、片付け。くさっ。俺が何皿洗い。